はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね。いや、今回はですね、昨日と一気続き、けったいな人シリーズですね。はい。今回はまあけったいなことを言い出したおばさんの話なんですけども、僕がですね、その登山の師匠とですね、大キレットちゃうのはジャンダルムを目指すっていうことになってたんですよ。でね、そこでね、大阪から、まあ、その日の日程は、大阪から、バスで、高速バスで高山まで行きまして、で、高山からですね、でまあ、そこから1日で、ロープウェイですね、飛騨高山の新穂高ロープウェイですね、そこで1日そこにまで行きまして、で、そこからロープウェイに乗って、そこから西方山荘でテント泊して、その次の日にジャンダルムアタックするっていう流れやったんですけども、ね、言ったら、その日程をこなさないと次の日雨やっていうね、シビアな状態やったんですよ。だから、その日程をこなさないとジャンダルムにアタックするときは雨やっていうね、シビアな日程やったんですよ。でね、でその時にですね、結構ですね、ちゃんとつかんとロープウェイには間に合わんぞとね、となるとこの計画はまた違う方向で行かなあかんぞ、おじゃんになるぞっていう話やってですね、でどうしようかなと思ってたんですよ。で案の定ですね、バスが渋滞しだしたんですよ。でも結構ね、渋滞しだしました。あれ2時間ぐらい遅れよったから、2時間3時間ぐらい遅れましたよね。もうなんやったら、あれやったら青春18切符で行った方がなんか同じぐらいの時間ついてるぞとか言って、値段も安くてっていうところでして、でなんか結構ね、もう渋滞についてでもいやいやイライラしてたんですよ。これロープウェイ間に合わんやないかいと思って、結構イライラしてた時にね、師匠がね、イライラしてた時に、なんかあの時になんかおばさんですね、あれ年齢なの50 5、6かな。で、若い娘さんを連れてて2人で旅行するみたいなおば様がね、来てまして、で、登山の辛辣に普通の格好なんですけども、ね、そのおば様がですね、なんか僕らに話しかけてきたんですよ。そしたらね、いきなり第一声がですね、あれですね、バスに羽が生えて、こう、上からバーッと行けたらいいですね、とか言ってその時、なんかもう、師匠はなんか、はぁ、そうですね、とか言ってます。俺も、はと思ったんですよ。なかなか、なんか大人なんて、初めて初対面で声をかけることが、こんなメルヘンなことないぞっていうところで、僕ら思考がちょっとこんがらがってたんですよ。ほんで、ちょいちょい話してたらね、なかなかね、その一件で、いきなり初対面でメルヘンすぎるやろと思って、あんまり話さなかったんですよ。ちょっと怖いなと思って。でね、そのまま行って、平井温泉ついてたんですけど、またちょっと喋る機会があって喋ってたんですけど、僕と師匠はなんか、メルヘン飛び道具を出してこられたら困るから、ずっとこうやってガードしながら喋ってました。はい。なかなかないですよね。なんかバスに羽が耐えて、バーって行ったら、いいですよねっていう初対面の声のかけ方っていう風ね、面食らった話でした。はい、そんな感じで、ほなさいなら。